こんばんは、花井龍馬さん。私の30歳の目標ね、まあ、私20代でね、自分の会社を持つことが一つの目標だったんですよ。で、30代で年収1000万、これが目標でしたね。まあ、サラリーマン辞めたばっかりで、サラリーマンで年収1000万っていうね、もう雲の上の上の上だったんですよね。サラリーマンで実績を上げて役員とか部長になって年収800万が私の書いたロードマップの精一杯だったんですよ。もちろんその時にいた会社の、規約とかね、給料査定条件とかっていうので勘案すると、最高で社長にならない限りは、まあ、800万だったかなっていうところだったんですけどね。まあ、それで、30になった時の目標としてね、改めてその年収1000万に向かう時に思ったのが、まあ、週5日働いてね、それはしょうがないと。でそれでまずは仕事の軸を作ろうと、まあ、思ったんですよ。で当時の私はその夢とは裏腹にですね、全くお金がなくなっちゃって、で労働意欲もかなり低下していてですね、なんかもう怪しい宗教に走っていたりとか、まあそんな感じだったですね。で自分は大物気取りでいました。本当にね、間違った人生を歩んでいたわけなんですけども、まあ、その宗教に関わってるとね、もういつもね肯定してくれるんですよ、周りの人が。で自分の才能を10倍増しぐらいで見てくれるんですよ。そういうのをお互いにやるんで、まあ、気持ちよかったことは気持ちよかったですね。でもその傷の舐め合いの中でお互いの成長っていうのは全くなくって、堕落していくばっかりで、その環境っていうのはとってもね甘美だったです。甘くて、優しかったです。ただやっぱり人生には多少のストレスがないと伸びていかないっていうところもあるんでね。だからやっぱりその宗教の中でビジネスをねやっぱちゃんとやっていきましょうみたいな講座もあったんですけども、じゃあビジネスで身を立てた人がいるかって言ったら別にいないんですよ。ですぐに出てくるのが孫正義さんとかね、なんかスティーブ・ジョブズとかっていう、なんかよくわからない成功者の例を出してきて、世の中の成功者のほとんどは中学を出て学歴なんてないんですみたいなことでみんながわーって盛り上がったりとかね。だからなんかこう希望を与えてくれるような反面、希望だけしか与えてくれないというね。でそれでその宗教から離れにくくなる環境っていうのは出来上がるわけなんですけども、まあそれは置いといてですね、私は全然お金がなくって、逆に借金ができて、そのカードローンを組むようになったんですよ。で1回カードローンを組むと1枚のカードで50万円とか借りれるんですけども、すぐにね300万ぐらいに、なってしまって、複数のカードでね。で気がついたら、あこれさ、多重債務者ってこういうことかって思ったんですよ。でその時の金利が 29.2% ということでね、年利で3割というね、どうしようもない利息だったんですけども、だからあれですよ、返済して、1枚のカードの限度額が50万なんですけども、それがね48万ぐらいになったら2万また借りれるみたいな感じで、天井張り付き状態ってやつですね。常にパンパンに借りていたということでございました。まあ、それで非常にね危ないなと、ちょっと気を許すと、もう入金が確認できてないんですけどってお定まりの電話があってですね、結構こう、まあ、行かれていたかなってことです。でいよいよお金がもうなくなって、家賃も数ヶ月滞納するようになってですね、もうこれで逆転できなくなったなと思った時に、私は田舎に軽自動車でね出かけて行って、あてもなくブラブラしている途中に、見ず知らずの家のね網戸を修理して2万5000円もらえるというね、そんなラッキーがあったんですね。まあ、ハッタリとラッキーが。この話はまた別でしっかりとしようかと思いますし、なんかね、何回か動画で残してるんですよ。これ元でなく月収100万を達成する方法なんですよね。まあ、これで5年間私はやっていくことになるんですけども、まあそこで、まあ、年収1000万っていうのは思ったよりも早く実現するわけなんですよ。だからお金に対してすごくその頃も舐めてましたね。で年収は1000万になったんだけど、なぜかね赤字という、結局プラスにならないんですよね。私の場合は10万稼いだら15万使うみたいな感じで、全然こう追いつかなくなってくるんですよね。だからどういうんですかね、人間一人の久保哲郎っていう人間の消費欲求を超えるぐらいの収入がないと、どこまで行ってもマイナスが続くだろうなと思って、それがいつまで続いたかというと40過ぎるまで続いたということなんですよね。かなりこうこじらせた状態とも言えます。ということで私の当時の目標っていうのは、もうお金に関することばかりだったんですけども、年収1000万、そして自分の仕事を確立すること、
週に5日ぐらいはね働いてもしょうがないなっていうふうなごくサラリーマン的な発想でした。今考えるとね、これが目標かよっていうぐらいちっちゃいものでしたね。しかも10年間達成しなかったというね。あ、年収1000万いったけどプラスにならなかったんですよね。使う量の方が多かったわけなんですよ、うん、まあそんな形でございます。で、ちょっとね、あの数字が走るってことについてお話ししておこうかと思います。今なら聞いていただけると思うんでね。チャンネル登録者数ってこれ実はね、そのチャンネルに対する次回への期待なんですよ。だからチャンネル登録するんですよね。次回への期待です。で、再生数ってのはそれも期待なんですけども、多分こうだろうと思って押してみたってことなんですよ。で、再生数が伸び悩んでるってことは、サムネイル、タイトル、そして内容に隔たりがあるっていうふうに評価されたってことなんですよね。だから次の動画を再生してくれないってことになります。で、チャンネル登録なんですけども、次に期待してくれてるっていうのがよく現れるのがチャンネル登録なんで、こいつ期待できないやなと思ったらチャンネルの解除が始まるんですよね。だから私たちは気づかないうちにですね、期待してもらえるようなサムネイルを作ったり、思わせぶりなタイトルでとりあえず再生してもらおうと思うんですけども、そのタイトルやサムネイルに実はね、内容が追いつかないことがよくできる、よく出てくるんですよ。これが数字が走るってやつです。だからね、あの題名をつけたりサムネイルを作ると、それ以上の内容じゃないと次に期待してくれないんですよね、うん、だから美味しそうなこうメニューだったんだけども、食べてみたらそれほどでもないなって思わせて次に来店してくれなくなるのか、それともね、美味しそうだなと思って注文して食べてみたら、いやむちゃくちゃ美味しいじゃん、何これみたいなになって、次も絶対見るぜみたいになってくるのが、まあ求める理想的な YouTube のね、数字の追い方なんだろうなと思うんですよ。だから数字を追ってるうちはいいんですけど、数字が走り出すと、なんかその再生数が落ちることが怖くなってね、ちょっとした恐怖になって、もっと過激なタイトル、もっと思わせぶりなタイトルっていう風になって、数字が走る、まさにタイトルの中に入れる数字がね、派手になっていくんですよ、ね、一発で1億みたいなの書いてみたりとかね、うん、なんか借金5000万から這い上がるみたいなね、こんなドラマティックな数字を並べるようになると、ちょっとね、常軌を逸してきたなというふうに感じるというふうにね、私はね、自分を戒めております。まあ、ですのでヒットする作品ができるのは、あのなんですか、ミュージシャンならミュージシャンでね、 CD が売れ続けるっていうのはすごくね、いいことなんですよね。ただ自分がその力量に追いついていないと、その数字にね、今度は自分が支配されてしまうというね、恐ろしい現象が起きてきます。まあ、ですんでね、何を言いたいかっていうと、視聴者さんはその動画の内容とかについてきてほしい、もちろんそうなんですけども、それ以上に動画を作ってる人格とかね、人柄についてきてもらわないといけないんですよ。これがね、よく示しているのが、私は小野里さんだと思うんですよね。小野里さんはいろんな紹介案件持ってますよね。どれもね、ものすごく期待できるものばかり でワクワクして、まあいろんな投資案件とかに、ね、参加するんですよ。で、小野里さんの紹介したのが、仮にね、ちょっとうまくいかなくなっちゃったって言っても、なんでまた紹介して、お客さんがね、お客さんというか視聴者さんがついてくるのかっていうと、小野里さんの案件ではなくて、小野里さんの人柄に人がついてるんですよ。だから仮に案件がちょっと分かんなくなっちゃっても、小野里さんにこれからもついていこうって思わせるぐらいのすごい力があるんですよね、うん、だからそういうところは私は大いに学ぶべきだと思います。だからね、案件がうまくいかなくなったから小野里さんまでダメな人だっていう風にならないんですよね、うん、だからこれはすごいなと思いますよね、うん、私はそういう風に分析してます。それから小野里さんに関しましては、私はビジネスとかね、小野里さんの関わってる案件とかそういうの抜きに、小野里さんって人と付き合ってるんですよね、うん、だから小野里さんが何をやってようが、何を食べてようが、どんな稼ぎ方をしようが、誰と女の子付き合ってようがね、あんまり関係なくって、小野里はじめさんっていう人と一対一で付き合ってるってことなんですよね。で、それはね、花梨央馬さんも一緒なんですよ。花梨央馬さんの才能とか能力とか未来に私はベットしている部分もありますけども、そうではなくてね、この花屋龍馬っていう、このなんか生身のね、一人の男に、私はなんかね、こうすごくね、ドラマを感じるんですよね、うん、これがね、35になったら、40になったら、45になったら、50になったら、どんなストーリーを作ってくれるのかなと、そしてどこに着地して旅立っていくのかなっていうふうに、その
なんすかね、あれみたいですよね、続編がずっと作られるガンダムシリーズみたいな感じね。ガンダムのファーストってのは私の小学生の頃に始まったんでものすごく熱狂したんですけども、続編のゼータガンダム、まあ私はちょっとゼータガンダム以降見てないんですけども、続編のゼータガンダムでその次のストーリーが展開されて、あ、こんな風になったのか、あれから数年後とかなったりね。で続編がまだ作られてね、ダブルゼータとかね、逆襲のシャアになって、で最近またオリジンとかリメイクができて、どん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 ね、次やみたいになっていくみたいな、そんなところですね。まあちょっとアニメで例えると分かりにくかったかもしれませんけども、その花屋龍馬さんは今ね、まだ29です。29なんだけども、これからね、35になる、40になる、45になる、50になる、その時の花屋龍馬を見たいなと。花屋龍馬に家族ができるとしたら、どんな奥さんで、どんなお子さんで、それを取り巻く友人、結婚式披露宴に来る参加者さんはどんな顔ぶれなのかな、むちゃくちゃ興味あるな、見たいなと。このドラマはもうね、スイッチチャンネルをね、オフにすることができないなと感じてますよね。そんな人間ドラマ、花屋龍馬、名前もすごいですね、花屋龍馬、うん、まあ花屋龍馬という名前の中で龍馬でしょ、うん、これね、ちょっとね、私ね、密かに思ってることがあるんですよ。それはですね、花屋龍馬の龍馬を入れ替えてみてください。馬龍と書きますよね。これはね、馬龍と読めるんですよ。まさに価値っていう意味です。馬龍、価値、この価値がどのぐらい高いのか、どういう風になっちゃうのか、これはね、花屋龍馬というドラマを見ている私たちにしかわからないというね。そしてその花屋龍馬というドラマの中で、私はね、出演者としてちょっとこの前ズームライブほかちょろっと出させていただいて、このね、花屋龍馬というドラマのエキストラにしていただいたことを本当に嬉しく思ってます。ということで今回は以上ですね、いってらっしゃい。